さあでか、という楽隊か。こんにちは、チョン楽隊というでございます。ただいまおります、こちらは、銀空タウン駅でございます。関西空港のね、橋を渡って本土側の駅ですね。で、関西空港から出発する場合、またはね、関西空港に到着した後ですね、この銀空タウンを拠点として、宿泊したりとかですね、そういう方もいらっしゃるかと思いますので、今回はね、この銀空タウン、ちょっとね、見てみたいと思います。ちなみにこちらが、改札でございます。この銀空タウンは、JR とね、南海共同仕様となってます。改札も同じです。ホームも同じでございます。はい、ということでね、よろしくお願いいたします。改札を出ますと、こちらにね、銀空タウンの、説明地図がねございます。この紫色がホテルですね。ということで、ホテルは基本的に駅の北側、ここにね1個だけありますけど、これがね、プレミアムホテルリンクって書いてありますけどね、ホテルは基本的に北側、そしてオレンジ色、商業施設ですね、こちらが、南側という感じになってますね。ちなみにこの2番、ここがですね、プレミアムアウトレットになっております。はい、ということでね、ちょっとこちらの方、これからね見ていきたいと思います。北側の出口出てまいりました。ここに看板がありますね。SIS と、ODISIS というのがここ直進。あ、そこに看板があった。これかな。SIS というのとオディシススイーツというホテルがあるようです。駅のすぐ目の前にありますけども、駅からね直結というわけではないみたいですね。雨に濡れずに来ることはできますけども、免税店とかありますね。日本人は関係ないですけどね。あれ、免税店どんなもん売ってんだろう。でドラッグストア、現在地がここです。オディシス、前確か違う名前じゃなかったのかな、これで。ここにオモ星野リゾート、これかな。ワシントンホテルとかいたろ。違うな、これだ。これがオモ星野リゾートで、これが関西空港エアポートワシントンホテルですね。で、もうちょっと先、信号2つほど行きますと、パタゴインというね、ずっと向こうですね、あるようでございます。そして、この目の前にあるのが、アウディって書いてあるな。と、ディスカウントドラッグコスモス。あそこに看板あるところか。で、この左側の方に、ショッピングセンターがあるんですよ。名前が書いてないじゃん。16番。ここにね、ここね、ショッピングセンターがあるんです。この地図に名前がね、16番ってなぜか書いてないんですけど、ここがね、確かかなり大きな、ショッピングセンターみたいです。もうちょっとね、向こうの方に歩いていかないといけないですけどね。なのでどちらかというとね、訪日の外国人の方が帰国前に日本のものを買っていくっていうことの方が多いのかと思いますが、もしかしたらね、このホテルに全泊して、外国にね持ってくものを購入とかというねケースもあるかもしれないですね。
どれかな、あの倉庫みたいなのかな、その向こうかな、これかな、トレイル、トライアル、トライアルって書いてある、あれかな、多分あれだな、これだな、これですね。これが相当でかい、日本でも最大級のショッピングセンターらしいです。ということで、このね、北側はこの辺にしておいて、今度は逆の南側に行ってみたいと思います。この左側が先ほどの駅でございます。で、ここね、突き抜けて、ここにも食事できるところが確かあったと思いますが、ここはね、突き抜けて反対側に行きたいと思います。あ、ここになんか看板あるな、見ていくか。いや、ないのか。コーヒーショップ、時計台と、まあ、ここはインフォメーションとローソン、居酒屋、串カツ、エベッサン、あとお酒と四季の料理、花あかり、まあ、こんな店が今あるようですけど、ここのね、これ多分前ってなんと入ってたけど、空になっちゃったとこですよね、おそらく。こんなとこ JRA あるんだ。私はできたらここにね、スーパー銭湯があるらしいんですよ、まあ、天然温泉なのか分かんないですけど、多分違うのかな、うん、で昨日、まあ、実は私お風呂入ってないので、今からねお風呂に入りたいと思います。でその後時間があったら、うん、まあ、食事もここでするかもしれません。で関西空港の中にもシャワーってね浴びれるところあるんですけど、まあちょっと高い。あ、ただアエロプロズだったら990円とかだったかな、まあ、なんですけどね、時間がなかったら、まあ、そちらでということになるんですけども、もし時間があるんだったら、ここは普通のね大浴場あると思うので、私はぜひねちょっと今回そちらの方に行って、汗を流したいと思います。この今左側、落ち泉部屋、なんだこれ、ちゃんこ鍋とかかな。あ、100円ショップもあるんですね。1階ショップインフォメーション、物販店舗の営業時間は10時から20時です。まだ時間が9時ぐらいなので入れません。こうやってね、食事できるところがいくつかありますけども、10時か11時のところばかりですね。ということでこの中は、10時にならないと入れないということです。あれ、フロアね、確かね9時とか書いたっていうような気がするんだよな。これ2階は行けないのか。まあとりあえず1階から行ってみます。
これはエスカレーター動いてない、動いてない、大丈夫かな。ちょっとちょっとね、資金繰りが大丈夫なのかなって心配になりますけど、おそらくね、ここできた時はすごい賑わってたと思うんですけどね。こちらがですね、臨空の湯ですね。今表示見ましたら、やはり9時からやってるそうです。日曜祝日だけはね、7時からやってるそうですね。毎日7時からやってくれればね、結構早い、夜行便で到着した場合はね、お風呂入れるのに、もうしかもね、大阪とかね、この辺りにお勤めの方だったらね、朝着いてお風呂を浴びてそのまま仕事を行けますよね。臨空の湯2階専用エレベーター、ここ入るのかな。ボーリング場がやってるじゃん。これか、ボーリング場はもう営業してんのか。はい、これでね、いくらだろう、680円なので、空港よりもだいぶ安いですね。3分の2ぐらいです。はい、お風呂に入っていきました。まあ、680円にしては良かったです。いろんなね、あの施設がありましたね、中に。食事をしたいんですが、何にしようかな。11時なのか、11時まではちょっと、これはオートや、オートやじゃないわ、食品しらす贅沢食堂、贅沢食堂という割にはそんな贅沢な金額じゃないです。焼肉食べ放題いいな。でも電気消えてる、夜しか行ってないのかな。カツってしゃぶカツってなんだ。カツのしゃぶしゃぶじゃない、しゃぶカツ。これがしゃぶカツって言うんですか。超特上大エビラーメンってのあります。めちゃうまセット1430円。この辺も11時からなのかな。でこちらにマックがあって、向こうにニトリ、スポーツデポと、ヤマダ電機ありますね。これがあれか、アウトレットですね。はい、アウトレットがここにあります。こんな感じですね。
こちらね、真ん中あたり洋服関係のお店がずっと並んでますね。で、向こうにフードコートって書いてあります。フードコート見に行ってみようかな。こちらがフードコートです。山形豚、山形って名物なのかな。こちらの方はね、いろんなあのショッピングセンターの中、普通のね、まあ、そんな感じですね。で、うどん屋さん、モスバーガー、ココロってなんだ、たこ焼き、たこ焼きがあるところがちょっと大阪らしい、チャチャ京都。こんな感じでね、お店が並んでます。はい、焼肉屋11時からオープンしましたのでね、入りました。あの他のものを食べてもね、だいたい1000円とかしますんで、まあ、それだったら焼肉食べ放題でね、2000円の方が割安かなという感じでね、まあ、そんな、立派な肉があるわけではないですけど、どうなんかってよくわかんないけど、まあ結構そこそこなね、肉かなと思います。はい、ではいただきます。焼肉食べ放題食べてきました。物自体はまあそんなにね、あの悪くはないんですけど、客層がアジア系のね、外国人率が非常に高かったです。7割ぐらいかな、日本人の方がね、肩身が狭いみたいな感じで。ただもう今見てると他の店もね、ここのあのレストランのあそこの通りね、並びのところ圧倒的にアジア系の外国人が多いので、あそこの店がそうだというよりももうここ自体がそうなのかな、そんな感じですね。日本人はここ来ない。いやでもね、歩いてるのは日本人も見るんですよね。なのでここでは食事しなくてアウトレットの方行っちゃうのか、まあ、ちょっとわかんないんですけどね。もうやったらとアジア系外国人率が高かったです。はい、ということでね、今回はリンクータウン、関空にね、隣接というかね、橋渡った手前にありますリンクータウンの紹介でございました。ご覧いただきましてありがとうございました。コクマカップ、サワディカップ。